しだけを。オッケー、どうも、はい、ありがとうございます。大丈夫だ、丸ボスも一番大きいやつ、え丸ボスも大きいですよね。ああ、開き、あの開きじゃなく、開きも美味しいです。ああ、手軽で丸ボス、開いたら大変だから、なんか、大丈夫だけど、ああ、なるほどね。イワシの丸ボスみたいな。ありがとうございます。すいませんね、毎度毎度もらってしまって申し訳ございません。2匹、もう嫌だって9時半頃帰ってきましたけどね。そのうちの1匹です。ご苦労様でした。はい、ご苦労さん。大体今ぐらい終わってきて、今ぐらい片付けてるんですけど、昨日も出たんでちょっときつかったから今日は早めに上がって片付けしました。なかなか味だけ、味だけ、今日は真面目に味を、味釣り大会なんで味を釣りました。今の2番人で、アジとヒラメを釣る予定でしたがダメでした。それから沖に行って、サイラバやって、鈴木とそれから練り子を釣る予定でしたがダメでした。前のせいでこの大きなヒラメが旅で釣りました。最初から最後までアジです。全部で7匹です。小賀の2番で、小賀の2番です。7匹、小賀の2番に行って、アジゴばっかりですけど、数にはまってしまいまして、そこからずっともう動きませんでした。それがこの結果でした。5キロ、150匹ぐらい、10キロ、300。お疲れ様です。今日相方がサゴシ釣りたいって言うから、そのずっとその鯉の浦の方まで行ったんですけど、まあルアーがかじられただけで1匹も引っかからない。あんま悔しいんで、ちょっといろいろぐるっと回って、前の線帰ってきた時にずっとエソ釣ってました。まあ、エソ釣って逃がしたりとか、こんぐらいかな。練り子が引っかかって目の前で帰ったりとか。ありがとうございます。小川の方に行ってきました。で、石橋ご夫婦を横で釣り寄ったんだけど、こっちの方があんまり来なかったですね。で、風が出てきて、アンカーがずれてしまって決めることができなくなったんで、もう、帰ってきました。で、はい、出てきました。で、釣った場所はですね、イカダの西側というか、沖の方ですね。お味ばっかりだったんですけど、こちらの、量的に出せました。釣りたいから時々出てきて、お前賞金持って帰る。言わない方がいいですよ、そんなこと。今日ですね、キスを狙って、最初は福間漁港の向こうでしてたんですけど、全く釣れなくて、やっぱり釣り出ておるんですよ。どうしようかなと思ってるうちに、何隻か船が固まってるところがありましたので、ちょっとアジを釣ってヒラメでも行こうかなと思ってですね、で行ったら小アジが 5,6 匹かかりましたので、それを餌にその場所で、ヒラメやってみたらですね、1匹だけ大きいのが来ました。泳がせで、おー、すごいです。あちこち行きましたけど、全く釣れて、釣り大会に参加するのは、豚汁と漬物の、はい、のために参加しているみたいなもんで、けど、あわよくば大台が釣れるんじゃないかと。で、その途中に、サゴシが結構な脂が出てたんで、ボードにかけるような魚をちょっととりあえず釣っとこうって。とりあえずサゴシを釣って、でもアジの方はもう丸とか全然ダメだったんで、一人でね、横編集で大会で自信がつきましたので、これからどんどん一人で出るように。はい、今日はですね、最近ちょっと遠出に凝ってて、こう愛の人とか来てもみたいな、結果的にはね、独自行動で映っても結果は一緒で、実は今回データ出てないんですが、アジが2匹、サイズは言いません。で、エソも捨てかけてたんですが、一応
書いとこうということで、エソでは1番かなと思って、エソでも負けてますということで、また行きましょう。よかったね、小学生の息子ってもらって5キロ、すごい。